巨人筒香に複数年契約提示済みと明言。ガチで取るんか。多分中田のが使えたと思います。もう燃え尽きたおじいちゃんやね。筒香は今年で33歳やぞ。またおじさんまみれになってないか。山口コースが定番化するのか。いや秋広育てろよ。若手の蓋してどうすんねん。なぜ笑うんだい。彼の意識の高さは素晴らしいよ。中田放り出して筒香を取るのくさ。これ以上年寄り取ってどうするんだよ。筒香は中日あたりにでもあげろよ。巨人じゃ活躍できんよ。筒香バントとか見たくないぞ。お堂は帰って梶谷と丸がスペルとか舞台が整ってしまったな。勝ち試合の後に新戦力獲得の発表とか盛り上げ上手だな。意識高い系の筒香と昭和の阿部が合うわけないやん。梶谷もいるし筒香も安心だな。バント指示出されて発表しそうだな。筒香打ってバントうまいの。巨人ファン的には筒香欲しいんか。筒香取るより外人取った方がいいと思うけどね。本当に必要なのは広島なんじゃ。皆さんはどう思いましたか。ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。